カウントアップだよ、俺勝ってんだ。あれ？おい、なんだ、やめてよ。なんだよ、おかしいな。なんでそんな当たんのかな。抜かした？え？ちょっと抜かした。お、入ってないな。ここ通るからここにここにこんな お店があるんだよ、うん、でここばっかり通るからここばっかり寄ってたよね。でかい。ジョーさん、ジョーさんがもしダーツ以外にギターとかできたら、うん、もう世界中回ってる。世界中回って止まんないよ。止まんない。ヨレヨレになってもやってるよ、うん、どこで死んでもいいがやる、うん、フランスあたり行って、うん、地下鉄でやってるよ、うんうん、ああ、いいね。上を向いてなんてやったら向かう人、うん、いっぱい集まってきて、うん、帽子こう置いといたらここいっぱい入れてくれるよ、うん、それが旅行費になって、うん、また次ポルトガル行ったり、うん、スペイン行ったり、いいね。ああ、そして当然それに付き物のあるこれだ。そう、必ずでどこの国に行っても女性の出会いっていうのある、うん、いや素敵なことだ。でね、あんでどうして魚を覚えたって、お毎日朝築地行ってみんなに、うん、そう教えてもらったやつ。でもね、あの二郎さんにはね、何がなくても自由な心があるからいいよ。あ、僕の自慢って言ったら何があるって自由な財産だよ。うん、はあ、ね、気ままはもう本当自由に生きて、それが財産。財産、それ何よりもだよ。あと何もない、自由な心、それがもうさ一番。何が宝物ってさ、うん、それ以外の宝物はないよ。何でもいい、もうフリーダムだよ、うん、それしかない、うん